宮村先輩がなんでここにいるのよ。それでどうなったんですか。人情沙汰ですか。話の腰を折るようで恐縮ですけど、ヒロノさん、平日の真っ昼間に何してるんです？男の子なら女の子を怖がってちゃダメじゃないでしょうか。今、口に出してましたよ。気をつけた方がいいですよ。些細な一言が破滅を招くことだってあるんですから。嫌な予感って、大抵当たるんですよね。言っておきますが、私はシスターじゃないですし、カウンセラーでもないので、悩みを持ちかけられても困るんですよね。何でも何も、お仕事サボって油売ってるだけですから。ヒロノさん、いい感じに脳みそ湧いてますね。思考停止に陥りかけてますね。若いんですから、今のうちに頭使っておかないと、そのうち後悔しますよ。問題を先送りにしても、どうにもなりませんよ、ヒロノさん。学校と仕事と夢、それから女の子のこと、全部別のことなんですよ。どれか一つに手がかかるからって他のことをおろそかにする言い訳にはなりません。頭悪いですね。年上の言うことは素直に聞くものですよ。特に私みたいな優しいお姉さんの言うことは。そうでしょ？少年。それに実を言うと、また生意気な口を聞きますね。私ってあなたの先輩でもあるんですよ。それを言うなら OG でしょ。頭悪いだけじゃなくて物を知らないんですね、ヒロノさんは。その手には引っかかりませんよ。誘導尋問で年を聞き出そうなんて。
ひろのさん、学校は楽しいですか？音羽はいい学校です。限りある学園生活サボるのはもったいないですよ。ああ、そうでしたね。ねえ、ひろのさん、ちょっとだけ先輩風吹かせましょうか。え、大事なものは一つだけとは限りません。あなたが欲しいと思うもの、どれをなくしても後悔しますよ。いいえ、それ以上は別に。私はただ、ただ、あなたにそのことを分かってほしいんですよ。大事なものをなくさないために何をすればいいのか、そこからはあなたが自分で考えることですから。授業が終わり、お昼休みになった。クラスメートたちは机をくっつけたり学食に向かったりで騒がしい。私は別に何もしない。お昼を抜いたって午後の授業に支障はないし、いつもと同じ。こうやって窓の外を見ていれば、そのうち喧騒は去って授業が始まり放課後になる。毎日がそれの繰り返し。というわけでもない。だるくなったら帰っちゃうもんね、私は。だるくなったら、だるー。勉強は嫌いじゃないけど、押し付けられてやるのは好みじゃないんだよね。だから私は帰るのだ。勉強なんてやりたい時にやるよ。さすがにクラスの皆さんも慣れたもんで、私がカバンを手に出て行っても気にする様子すらない。うんうん、いいことだね。いちいち気にしてたら、お互い疲れるだけだもん。はぁ。髪のリボンを直しながら歩く。私は、実は何にも考えてなかった。廊下の向こうから歩いてきた女の子が、私を見て何とも言えない表情を浮かべた時にも、まだ何にも。確か名前は、ひろのくんに聞いたはず。トントンと、こめかみのあたりを叩いてみる。そうだ、進藤。進藤けいちゃんだ。まあ、特に話すこともないけどね。私は、何のアクションも示さずに、進藤けいちゃんの横を通り抜けようとした。のに。宮村先輩。なんで声をかけてくるんだろう。何かな。それでも、思わず返事をしてしまう。進藤圭ちゃんの両脇にいる、友達と思わしき女の子たちが、戸惑ったような顔をしてる。少し、お話ししたいんですけど、付き合っていただけますか？だけど、進藤圭ちゃんは周りなんて気にせずに、まっすぐ私を見据えてくる。その話は長くなるの？かもしれません。なら、聞きたくないな。私、帰りたいんだよ。
のんびりしてたらお昼休み終わっちゃうもんね。昼休みのどさくさに紛れないと先生に見つかる可能性がある。ちょっと待ってください。どうしていきなり帰ろうとしてるんですか？先輩はお話ししたかったらついてきてもいいよ。学校をサボっててもしなきゃいけない話ならね。結局ついてくるんだね。一度話しかけたら引っ込みがつかないじゃないですか。かわいいね。え？あなたかわいい。そんなことまで口に出さなくていいのに。私はただそれ以上何も言えず、新藤圭ちゃんは赤くなって口をつぐんでしまう。圭ちゃんはカバンも持たずに後をついてきた。生真面目な子みたいだし、多分話を終えたら学園に戻るつもりなんだろう。もしかして実は皆勤賞だったりする？今日まで。お察しのいいことですね、宮村先輩。お、立て直した。もったいないことしちゃったね。あ、でもどうなんだろう。皆勤賞取ったら何か出るのかな？賞状とかボールペンとか。そんなことはどうでもいいんです。大声に思わず足を止めてしまう。じゃあ、何がどうでもよくないことなの？同じく立ち止まったケイちゃんに向かって私は言った。嫌味にならないように優しく抑えた口調で。それは言いたいことはなんとなくわかるけど、そっちが自分の口で言わなきゃダメだよ。わかってますよ。すーっと、ケイちゃんは深く息を吸い込んだ。ヒロの先輩は、今が大事な時期なんです。聞いてますか？あの人、本当に留年の可能性もあるんですよ。成績は赤点だらけで崖っぷち。そもそも出席日数がこのままだと足りなくなるかもしれないんです。だけど、今ならまだ挽回できるんですよ。きちんと勉強してきちんと授業に出れば3年生になれるんです。だからヒロの先輩をサボりに巻き込んだりしないでほしいんですよ。お互いに損したね。え？ケイちゃんがキョトンとした顔になる。皆勤賞を不意にしてまでするような話じゃないよ。私もっと面白い話が聞けるかと思ってたのにな。面白いとか、つまらないとか、そういう問題じゃないでしょ？鬼！ヒロの先輩の将来のことなんですから。あら、怒ってる。それはヒロノ君が考えることであって、私たちみたいな他人が心配したって仕方ないよ。違うかな？他人って。あなたとヒロノ君のことはよく知らないよ。だけど、ヒロノ君がどうするかを決められるのは本人だけ。そうでしょ？にっこり微笑むと、なぜかケイちゃんは顔を真っ赤にしてたじろいだ。学園に戻った方がいいよ。今からなら6時間目にも間に合うんじゃないかな。私はくるりとキビスを返す。それとね、ケイちゃん。呼び方が気に食わなかったのか、ケイちゃんが眉を潜める。ケイちゃんは素直になるところを間違えてるよ。それに気づかないままだと、いつか自分を嫌いになっちゃうかもね。ケイちゃんは、何も反論しなかった。あなた、随分と人が悪かったんですね。
別に、間違ったことは言ってないよ。どうでもいいけど、立ち聞きは趣味が悪いんじゃないかな。突然目の前に現れた女の子に、私は言った。趣味じゃないですよ。偶然聞こえちゃっただけです。偶然？最後まで聞いてたんでしょ？どうせ。年下の女の子をいじめてる人がいるから、あまりひどくなるようなら止めようと思っただけですよ。この寒いのに、彼女はまるで温室にでもいるような穏やかな表情を浮かべてる。いじめたくなるほど、あの子のことは知らないよ。ちょっと思ったことを言ってみただけ。素直になれないばかりに、取り返しがつかなくなることってあるからね。あんな言い方じゃ伝わりませんよ。あの子、怒ってたと思う？彼女は小さく首を振った。あっけに取られてただけでしょう。大抵の人間はあなたの前に立つと毒気を抜かれますからね。そっか。それならよかった。うんうんと、私は一人でうなずいた。それにしても、相変わらず神出鬼没なんだね。それとも、もしかしてあなたってば迷子ちゃんなの？迷子ちゃんはむしろ、あなたたちだと思いますけどね。なんで複数形？いえいえ、私はあなたほどあちこちブラブラしてないってことです。お仕事がありますからね。今日は何のお仕事？ちょっと港の方へ。畳イワシの買い付けに。あなたって、真顔でつまらない冗談言うんだよね、ゆうこ。とか言いながら笑ってるじゃないですか、みやこ。私たちは軽薄な笑みを向け合った。この女の子の名前はゆうこ。学校をサボって街をうろついてた時に出会って、何度も顔を合わせるうちに会話を交わすようになった。学生じゃなくて働いてる人みたいだけど、名前以外のことはほとんど知らなかったりする。ううん、本当はもう一つ、つい最近気づいたことが。あまり振り回したらかわいそうですよ。ん？どうかしましたか、みやこ。ゆうこって。私が何か？ゆうこは軽く首をかしげて、私をじっと見る。ゆうこって、お仕事してるならお金持ってるでしょ？私お腹すいちゃった。ご飯食べさせて。何を言いかけたのかは気になりますけど、追求してもどうせ喋らないでしょうね。だいぶわかってきたね、ゆうこも。今言うことでもないし、だいたいどうでもいいことだから。私にとって、ゆうこはたまに街で会う、友達でも何でもないお知り合い。それ以上の存在になることを、私は望まない。
言わんでも分かっとるやろ。調子はどないやねん。8ページ？お前ペース落ちる一方やん。いっぺん原稿遅れたら癖になるもんやけど、お前もかい。分かっとるやろうけど、あんまり上がらんようやったらお迎えに行くで。そんなんおったら誰も苦労せんわ。そうか、喧嘩売っとるんやな。そうか、そうなんやな。おう、いつでもこうたるぞ。せやな。飯はちゃんと食うとるか。朝飯やないんやから、そんなんやったら力出えへんやろ。ヒロノは手早いが取れやったのに、最近は遅すぎるんも、その辺に原因があるのとちゃうか。お前も確か次は3年になるんやったな。そろそろ考えた方がええやろな。思い出したわ。例の夏の増刊に掲載する短編のネーム進んどるんやろな。忘れとったら最終的に困るんは俺やのうてお前や。結構読者から要望あるんや。新道凪先生の読み切りが読みたいって言うんだ。ついでに言うとくけど、単行本の準備もそろそろやからな。やらなあかんことは何歩でもあるわ。せやから先に言うといてくれ。できんのやったらできんて。世の中そないにあもないわ。何が答えられませんよ。びっくりさせないでよ。もう。何やってんのよ。寝起きで力入ってないの？だから私がいるんでしょ？おはよう、お兄ちゃん。
ないわよ。それもお休み。だからこうして来てあげたのよ。好きで休んでるんじゃないわよ。昨日の練習でちょっと飛ばしすぎちゃって、先輩に朝練禁止を言い渡されたんだもん。今日の午後は付属校の子たちとの合同練習だし、後輩たちの前で変なところ見せられないから休んどくの。それが最後のセリフだなんて冴えないわね。そうなのよね。無理をしちゃうのはお兄ちゃんの影響かもしれないけど、我ながら困ったことだと思うわ。本当に手加減ができなくて。なんでさん付けなのよ、バカ。まだ寝ぼけてるの、兄ちゃん。今日は打撃抜きで起こしたから、まだ頭回ってないの？なら、さっさと準備してよ。どうせ今日も朝ごはん抜きでいいんでしょ？いきなり脱ぎ出さないでよ。女の子の前でいきなり脱ぐなって言ってるのよ。刺激を与えれば頭良くなるかもしれないわよ。失礼な。通知なんてまだ3回くらいしか。しまった。何を正直に答えてるの？私。妹みたいなものなのよね。何も？何もないわよ。私はいつも通りよ。兄ちゃんさ、もしかして私ってうざい？
冗談言える状況かどうか空気くらい読みなさい。私は真面目なんだから、茶化さないで。朝起こしに来たり、学校行けってうるさかったり。お兄ちゃん、鬱陶しいと思ってるんじゃないの？真面目な話をしたって、全然聞いてくれないじゃない、お兄ちゃんは。いつも忙しそうで、全然私の話なんか聞いてくれなくなったじゃない。昔はそんなんじゃなかった。それよ。どうして？お兄ちゃんは大人になるのが早すぎたわよ。ずっとなんて言わないけど、せめてもうちょっとだけ一緒にいたかったのに。そういうことじゃないの？お兄ちゃんが漫画家になって、それにもうずっと前から遠くに感じられて、今はもう言いたかったのよ。ただそれだけ。ごめんね、朝から変なこと言って。忘れちゃってくれると嬉しい。ひろのくん、おはよう。あ、ケイちゃんも一緒だね。まずかった？わ、すんごい冷血っぷりだね。あの、宮村先輩。はい。この間はつまらない話をしてすみませんでした。つまらない話？何かあったっけ？何かって、分かってるわよ。今はそれでもいいんだわ。今の私なんてこんなものでしかないんだから。
っくにおかしくなってるわ。気づいてなかったのは私とお兄ちゃんだけよ。私、先に行くわ。宮村先輩、失礼します。あ、うん、じゃあね。本当に変だね、ケイちゃん。私、結構普通なんだけどな。多分、平野くんが思ってるよりずっとまともなのに。平野くん、考えを改める気はない？へえ。でもさ、ケイちゃんだって最初から分かってたんだよね。だけど分かってるから辛いし残酷なんだよ。バカが一番いいよ。めんどくさいこと考えられないから幸せだし毎日笑っていられる。容赦がないね。私にならいいけど誰にでもそういうきつい物言いしちゃダメだよ。不器用だよね、ヒロノ君も。私もみんな。この風はどこから来て、何を運んでいくんだろうね。ヒロノ、元気かん？朝一番から帰れるかっての。宮村じゃあるまいし。まあな、ちょっとありえないくらい可愛いからな。いやいや、若さって怖いよな。ああ、でも安心しろ。宮村はかなり手強そうだったからすぐに口説くのは諦めたよ。お前の言葉に友情を感じられた試しがないよ。機嫌悪いな。なんだよ、両手に花で投稿しておいてその態度は。女の子の方に失礼だろ。何を切り立ってるんだ。そう言われても第三者が入り込める雰囲気じゃなかったぞ。ほら、見てみろ。客観的に見ればわかるだろうが、お前ら自分の世界作っちゃってたぞ。カメラを構えてる時も俺はお前の友人の堤京介じゃない。いい絵を見つけたら撮らずにはいられない生粋の映像マンだ。あ、何するんだ。
でもさ、たまには必要なことだよ。こうして自分を客観視するのは、自分の目だけじゃ見えなかったものが見えてくる。俺のカメラを甘く見られちゃ困るね。帰っちゃダメ。ちょっと来て。屋上。でも、平野くんしかいないんだし、スカートめくれても別にいいかな。
誰でも彼でもからかうわけじゃないんだけどな。からかって面白い反応してくれる人だけだよ。最初はおもちゃくらいに思ってたんだけどな。ああ、でも大変だよ本当に。ちょっとね、面倒くさいことになっちゃってるんだよ。ほんと、どうしよう。どう言えばいいのかわかんないけど。何が違うのかなとか思うわけだよ、私は。クラスの子がね、言ってたの。私、耳いいから聞こえちゃって。宮村さん、あんな顔で笑うんだね、とかさ。失礼だよね。私だって人間なんだから、笑うに決まってるのに。かな。どうもしないよ。今日はお買い物に行くんだもの。あ、ついてきちゃダメだよ。女の子の秘密の買い物があるんだから。聞き分けがいい子は好きだよ。帰ってくる途中で。
っちゃったの。すっごいムカつく。私の許可も得ずに勝手に触るなんて。できるわけないよそんなの。男の人にはわからないだろうけど、めちゃくちゃ怖いんだからね。